山田さん、はい、やはり、まあ、先ほど第1試合は緊張するというお話を伺ったんですが、緊張しますよ。しかも新しい場所で、まあ、これまでにも外野には10回以上出場しているわけなんですが、はい、それにしても移籍しての第1試合、はい、いい緊張でした。あ、なるほどね。これ、この山田選手と香織選手のこのスタイルを見て改めて思ったんですけど、はい、このコスチュームっていうのはやっぱりあのどれぐらい鍛えてるかっていうのが、うん、残酷なまでに出ますね。腹筋がどれぐらいあるのかとか、脇の下の筋肉とか、その普段の水着以上にはっきり分かりますから、はい、本当に普段どれだけ練習してるか、まあ、当然そういう狙いもあってのですね、コスチュームなんでしょうね。山田選手がおへそ出したこういうのって初めてですね。はいはいはい。まあ、薫選手も久々っていうか外野入ってから初めてですからね。いや、なんかこうほう、いろんな意味でほうと思って、いろんな意味で、そのいろんな意味がちょっとそこちょっと突っ込みたいね。私はまあ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 、カオル選手の写真集がどのこのという話も瀬川さんの口から出た時にね、そう全く違うもんですかちょっとダブってるみたいな。やっぱカオル選手まだ、ね、まだまだですね、自分もまだまだですから。いや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 とは言いながら、やっぱりいつも取るのとかポンと前蹴り出せるあたりは、そうですね、まあ、キックを始めて日が浅い選手って前蹴りってのは決まらないですもん ね。あとやっぱガードの仕方とかも、まあ、このガイア下位なんですが、ちょっとルールの方をご説明したいと思うんですが、勝負は20分1本勝負、勝敗はノックアウトギブアップ TKO テクニカルギブアップもしくはレフェリーストップで決する、まあ、フォールがないということですね、はい、そして3度のダウンをした場合は TKO 負け、そして5回エスケープした場合はテクニカルギブアップ負けということです。ですが実はこのダウンとエスケープがポイントが全くの別物なんですよ、はい、ですからトータルして、何ポイント減点になった時点で負けという形ではないんですよね、まあ、リングスなんかとは違うところですね、はい、その辺は。ですから例えば4エスケープノーダウンの場合に1回エスケープしたら負けですけども、ダウン2回しても それだけでは負けにはならないということなんですよね。そして、あらゆる状態における拳による攻撃は反則となります、まあ、ボディも含めてということですね、はい、ということを、視聴者の皆さんにも念頭に置いていただいてというところで、山田選手腕を取られましたが、山田選手も VTR に食い入るようにですね見てますんで、ありがちなことだね自分たちで見ると何じゃないですか山田選手なんか、まあ前場っていうのは基本的にその新人時代には、まあ、サブミッションっていうのは全員は教えられないもんじゃないですか。そうですね、はい、あの練習としてはね、はいはい、でその選手個々の差はあると思うんですけれども、はい、もう極端な話関節技知らない選手は全く知らないし、はい、個人で勉強した選手は個人で勉強してる、はい、山田選手なんかはちょっと前から聞いてみたかったんですけど、全然の中では比較的こういうスタイルを、はい、まあ、得意としてて、はい、まあ、サブミッションの技も使うような選手だったんですけど、はい、山田選手なんかはどういう形でそういうものを勉強してた、まあ、新人の時はボブ矢沢選手に関節の方を教わって、はい、プロレスのはジャガーさんだったんですけど、であとは地方に行った時は自分はやっぱりチコさんに教わりました。ボブ矢沢さんといえば、まあ、前場のレフェリーとしてはね有名ですが、そういえば最後の試合を前場を待って最後の試合をさばいたのも矢沢さんですよね。で現在までのところ1エスケープ1エスケープ、やっぱこうグラウンドになってのこう体のさばきっていうんですか、カオル選手確かに関節は取ってるんですけど、体のさばきはやっぱり山田選手の方がだいぶ上手ですね。なるほど、レスリング的な部分で、そうですね、いわゆるポジション取り、バックを取ったり上に乗ったりとか、山田選手の時代っていうのはまあ、デビュー前に、はい、山田選手の代っていうのは全員アマレス選手権で出てるんですよね、は
はあ、ははあ、で山田選手なんて優勝してるんですね。えアマレスの大会ですか。あらあら、だから今でも女子アマレスの大会なんか行くと、ええ、歴代あのパンフ歴代入賞者とか書いてる時書いてるんですか。書いてる年もあるんですよ。山田敏夫って書いてあるんですよ。あらこれはちょっと美味しいネタかもしれない、ええ、まあ本当にあの女子のレスリングの創世期でね、その頃っていうのは、はい、まあ、なかなか選手もいないんで、はい、前場の選手が結構出てたんですよ、なるほどね。あれで優勝して確かあのオーディション免除になったんですよね。そうです。あオーディションとかプロテスト免除です。プロテストなんだ。それは結果的に選手にとっても美味しかったと。そうです、はい、たまたま免除になっただけなんですけどね。その辺はねなんかあの会長とか社長の気分ですよ。なんか言いそうですよね。いいよ受けなくていいよみたいな。レスリングで頑張ったからいいだろ。頑張ったね頑張ったねみたいな。いやピーですか。いいです。全然大丈夫です。さあ今山田選手はどう狙いにいってるところですけど、ダブルリストロック狙いでしょうか。でもじっくり関節とか取り合うの楽しいですね。なんか普段なかったんで、でスパーリングする時間もなかったんであんまり、まあ、カオル選手もそれまでずっと若い選手に教える立場だったのが、自分でも一から関節グラウンドをやり始めて練習するのが楽しいっていう風に言ってましたね。やり始めるとやっぱり楽しいですよね。まあ先ほど前場のああデビュー当時、お反則ですね。これはナックル山田選手反則ですね、パンクラスなんかだったらこういうのいいんですけど、これ5以内だったらいいんじゃないですか。いえあじゃあこれはいけないんですか。これはダメです ね, ですね。あんまルール分かってないですねこれ。やばそのシャークスちゃんみたいなこと言わないでください。ルール分かんなかった。ルーフリーの1つ入れただね。それも問題なんですが、もっと問題なのはレフェリーがチェックしてないんですよね。じゃあいいですね。いや良くないです。あのこの後伊藤幸子レフェリー反省してましたんでね。ただまあ個人的な意見なんですけれども、はい、あの顔面のパンチは危険ですが、ボディへのパンチってこういう山田選手は今その肩口を叩いて腕をこう伸ばそうとしたんですが、はいはい、顔面には張り手でしたね、テクニック的にはそういうものあった方が面白いですけど、ボディのパンチはオフにした方がいいと思いますね。なるほど、まあ、実は先ほどご紹介したルールというのも実はマイナーチェンジしてまして、ですから今後もまだ外野界立ち上がったばっかりですかね、試行錯誤しながら徐々にまたルール変わっていくんじゃないかと思います。そうですね、いろんなあの、ね、試行錯誤をしながら少しずつ変えていけば、はい、あやっぱり変わらずにしようガードが、ショートもやっぱりあのパンチの練習をやってない人のショートですね。なるほど、あのいわゆる喧嘩のショート張り手っていうか、まあ、パンチといえばこの日、まあ、北斗選手にお話を聞いた時に、おっとで逆に川上選手は今道場でサブミッションをすごいやってるんで、こういう取り方の守備は多分今ね、守備に関しては僕川上選手なんです今だったら知ってるかなってなるほど。まあ、確かにここ数ヶ月のカオルっていうのは非常に関節に対するこだわりもそうです、ね、目に見えて、はい、まあ、山田選手が習った頃よりも、何番か進んだサブミッションの技術っていうのを今ガイアがやってますから、あ逆にこれはヒールですか。エスケープ、カオル選手はあと1回のエスケープで負けとなります。カオルここで4エスケープ、まあ、あと1回、はい、あと1度エスケープするとカオルの負けになります。打撃で押されちゃうからどうしても寝技で有利なポジション取れないっていう恨みがあります。一生懸命打ってるんですけど、あの蹴りじゃまだ倒れないですね。まだやはり実際の、まあ、かなり稽古はしてるんでしょうけども、試合でスムーズな蹴りが出せるようになるにはもう少し、まだ、うん、ただあの運動神経はすごいいい人ですから、はい、でサブミッションなんかでも短期間でここまでやれるようになったんですから、何気にマウントを取ってますね、見栄えが悪いこと分かってて蹴るっていうのは、はい、僕はプロレスラーにとってすごい勇気いることだと思うんですけど、はいはいはい、特にこれぐらいのキャリアの人が、やっぱそれやってる態度姿勢っていうのは僕はすごい、いいと思いますよ。いや今のお話のところで山田選手も大きく頷いてますね、やっぱりそういう意味での勇気っていうのは山田選手も、まあ、これまでと違うことを、まあ、言ってみれば一からやるわけですよね。自分一回レガース外しましたね。あそうですよね、レガースはめた
やってない人がはめた時と同じような状態だと思うんですよ、はいはい、なんかこう戸惑うみたいな、久々に外してすごい戸惑ったんで、だからカオル選手もやっぱり今までなかったものがついてるんで、君出せって言われても出ないじゃないですか、すごい、おっと顔面、これはえげつなく入りましたね、嫌なやつですね乱暴者です、これですよ須山さん、あのフォーエスケープの状態でダウンしても、まだ負けにくい、まあ、あと昔のパン、あのユインターなんかのルールですと、まあ、トータルポイントになりますから、パンクラスでもここで終わりですね、はい、あ、そうですか、まあ、言ってみれば、まあこれまあ、逃げ道と言っちゃおかしいですけども、ね、あと、まあ、選手のレベル的にまだ引き分けにならないから、うん、まあ、なるほどね、やっぱりその判定っていう場合にはまだないですね、しかしそれにしてもこれで一つ取り戻したですね、これで山田選手がエスケープすると4つ目です、4つ目ですね、これで4つ、はい、ということは、まあ、ダウン的にはまだ両者余裕がありますから、今度エスケープした薫攻勢に転じてきましたね、ですね、さあミドルの連打から、はい、あっと今の一瞬のアピールがラインに出た、とまずロープを掴んでしまった、カオル裏アキレスでエスケープ、思わずという感じでしたね、わあ、いやしかしね、この格闘技スタイルの試合に関して実はこの日北斗晶の口から あの天下手の名前が出ましてね、アンネマリア天下手、はいはい、ゴルドーの弟子というぐらいのグローブマッチとかやってましたもんね、まあ、その辺の経験も出たのかなという気もしますが、瀬山さんどうでしょうね、ガイア回復、まあ、山田選手はやっぱりその前場にいた頃に習ったそのグローブ戦であるとか、その異種格闘技術を備えてやったことをベースにやったと、ただ、はい、まだまだ良くなる余地はあると思います、知らないことまだ多分いっぱいあると思います、で、カオル選手はまあ、今はこんなもんかなと、特にケビン感ですよね、はい、だけど、特に美しい技にこだわってたカオル選手がね、今まで普段のこと分かってて蹴ったっていうね、はい、その前向きな姿勢を僕は変えたいですね、山田選手よくなります、こうやって自分の第一戦振り返っていかがでしょう、いやなんか回で1試合目ですごい良かったです、はい、